胆脳癌は、胆脳から発生する悪性腫瘍である。早期に発見されることが少なく、有効な治療法に乏しいため、全体的には、予後の悪い癌である。発症率は、ハンガリー共和国やチリ共和国、日本で高く民族間での差が認められる。胆脳の一胆脳癌の組織増断上比は1、2で女性にあや,や多く。 70歳以上の高齢者に多いとされている。胆石症の合併も多いとされている。危険因子としては、水胆管合流異常症、陶器様胆脳、分節型胆脳腺筋症等が知られている。胆石症や胆脳炎は直接の発症リスクではないとされている。新潟大学らの研究グループによる日本及びハンガリー共和国。 地理共和国での疫学的調査によりいくつかの要因が明らかになっている。地理において貧困層の女性では、胆石存在下で赤唐辛子摂取が危険因子であることが示唆されたが、カプサイシンが原因となっているのかあるいは保存期間中に発生するカビ由来のアフラトキシンが原因となっているのかなど、真の原因物質は現時点で明らかとなっていない。 新潟県における炭が癌死亡率と農薬使用量との間に生の地域相関関係が認められ水道水中に残留していた水田除草剤の暴露が関与していることが示されている。HLA ハプロタイプの分析により疾病感受精には民族的共通性が示唆された。初期には症状がなく検診での画像検査を契機に偶然発見される。 ことが多い。進行癌になると、横断、右記録物、食欲不振、全身倦怠感、体重減少などが出現する。主要マーカーとして、CACA19 から9が高値を示すことが多いが得意的ではない。胆のは、胃や腸等と異なり、粘膜筋板や粘膜下層を有していないため、胆脳癌は進行すると、 周囲臓器へそのまま浸潤していきやすい。画像所見により、癌の診断及び進行度の判定を行う。胆脳癌の進行度は愛から、4の4段階で表現される。国際的には、U の TNM 分類が、日本国内では、胆が癌取扱い規約が用いられる。早期の胆脳癌は手術治療による、外科的切除で根治が期待できるが、 早期発見が困難なことが多い。進行胆の癌に対しては、手術治療、科学療法、放射線療法を含む、修学的治療が行われる。根治切除が可能な場合に行われる。多臓器転移を有する症例は、切除による治療効果が望めないため、通常は対象とならない。切除不能な進行胆の癌に対し行われる。 単管癌と包括し、単銅癌として同じ化学療法が選択される。ゲムスタビンを中心とした多剤併用療法が標準とされている。他様々なレジュメンが提唱されているが研究段階である。癌の縮小や症状の改善を期待して放射線の照射が行われることがある。早期単膜癌は切除されれば予後は良好で。 ステージ I の5年生存率は、おおむね90%を超える。ステージ2でも切除後の5年生存率は60%程度であるが、ステージ3以降の治療成績は極めて不良であり、5年生存は、稀である。切除不能な胆が癌に対する、ゲムシタビン単剤投与の生存期間中央値は7.6ヶ月と報告されている。 胆脳癌多発国ハンガリーにおける本省の生因に関する疫学的国際比較研究に E 型大学リポジトリ除草剤 CNP、CNP アミノ体、CNP ダイオキシン異性体の毒性検査及び残留量の調査について東京都暮らしの安全情報サイトありがとうございます。